はい、どうもラマックスです。今回ですけども、ジョグを大切にする理由ということで、前回まで僕のレースに対する練習のイメージであったり、組み立て方、点を線にするっていう話をしてきて、でその中でもジョグの大切さを話したんですけども、より一層ですね、この深く大切な理由を話していきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず前回も少し話したんですけど、練習の約 50% から 80% がジョギングということで、ここにですね、月曜日から日曜日の、表を作っていて、僕の中ではできれば1日2回は練習をしたいなと思ってるので、朝と午後に分けています。で、今現時点水曜日と土曜日、僕自分に対してのポイント練習は水曜日と土曜日になっています。なので緑色と赤の丸をつけていて、それ以外は基本的にはジョギングですよと。ただ MK の練習のペーサーであったり、山崎さんの練習であったり、あと YouTube で知り合った方の練習があるので、必ず 100% こうではないんですけども、もしそういうのがなければ大体こんな感じかなと。で、ポイント練習が2回あって、それ以外ジョギングかなと。仮に水曜日と土曜日にポイントやったとしたら、まあ月曜日にポイントやってもいいかなと。月曜日の朝とか午後ぐらいにポイントがやれれば、まあそれでもいいかなと。仮に3回だとしても14分の3がポイントで、14分の11がジョギングなので、70-80% 近くはジョギングですよと。仮にこの午後練習をしない、もしくは朝練習しない、1日1回しか練習をしない方でも、7回のうち2回ポイント練習、もしくは3回がポイント練習であっても 50% 以上で、日曜日は必ず休みますよと。で、朝しかやりませんよ、もしかしたら午後しかやりませんよってやっても、6回のうち2回が2回もしくは3回がポイントで、それ以外はジョックって考えると 50% 以上は確実にジョックなので、この辺で、ジョグをおろそかにしてしまうと、せっかくのポイント練習の効果も薄くなってしまいますし、それに対、薄くなることによって、レースも結果は出なくなり、にくくなりますよってことで、僕はこのジョギングをかなり大切にしています。なので、この辺、おろそかにしないように、しっかりやってほしいな、というところと、まあ、これには書いてないんですけども、ポイント練習の場合だったら、これは前も言いましたが、皆さんで集まったりとか、自分でトラック行ったりとかすることによって、多少気合が無意識のうちに入ると思います。調子が悪いかもしれないですけど、その時の最大限頑張ろうとする力が出るので、やっぱそこではこう、それなりに自分の中で追い込むことができると思うんですが、ジョギングに関しては、やっぱ自分の家の周りだったりとか、一人でやることが多くなってしまい、誰にも見られてないという見られてないことによって緊張感がどうしてもなくなってしまいます。なので、その緊張感だったり見られてないというところで妥協がしやすいというところを踏まえると、やっぱこのジョギングが、おろそかにしやすい、妥協しやすいところでもあるので、ここを要注意と僕はいつも思ってるので、すごい大切にしています。で、次ですね、レース用のフォームってところなんですけども、仮に僕のレースがだいたい3分前後ぐらいで走ります。だいたいですね、3分前後ぐらい。これが、マラソンであっても、やっぱレースによってはある部分は3分ペースで走らなきゃいけない。平均は3分12秒で、今日僕の自己ベストなんですけども、それよりも早いペースで走ってる時間もあると。5000メートルとか短くなればなるほど2分50秒とか、そういう2分55秒ペースになってしまうので、まあ大体3分前後ぐらい走るかなと。で、リフレッシュジョックっていう風に、ゆっくりなジョックをした場合、僕は大体6分から7分ぐらいのペースで走ります。こうなった時に、じゃあ3分の時のフォームと6分7分のフォームで、イコールかっていうと、僕は全然違うと思っています。例えば、まあこれが地面だとして、まあここは体の腰の部分で足がこうなってた時に、6分とか7分だと足の振り幅っていうのは多分この程度。地面からもそんな離れないし、前にもそこまで大きく振れないので、この程度しか振れないと思うんですけども、3分ペースってなると、前はこれぐらいで、後ろはどっちかというとこれぐらいの、僕の場合ですけどね。前についた上で、後ろまでちゃんと蹴り上げた上で、お尻にかかとがつくぐらい戻して、こんな感じですかね。こうなると、使ってる筋肉っていうのは明らかに違う。なので、せっかくジョギングで練習をして鍛えようというところをしているのに、筋肉が違うので、鍛えられる場所も違うというところと、フォームが全然違くなる。これ、足の部分しか書いてないですけど、例えば腕振りだとか、体に力を入れる度合いとかも全然違うので、やっぱレース用のフォームが、身につかない。さっき言ったように、このジョギングが、例えば、まあ14回走ってて12回がジョギングですよ。全部リフレッシュに振っちゃいましたってなったら、こっちが約 80%、練習の 80% ぐらいはこのフォームで走ってますよと。残りの2割でこのフォームでしか走ってませんよと。
となった場合、どっちが身につきますかって言ったら、こっちの練習、方が身につきやすい。走ってる時間が長いんで、こっちの方が身につきやすい。でも、レースで走るときはこっちの3分のペースで走らなきゃいけないので、このフォームが身についてほしい。でも、実際はこっちが身についてるってなると、レースで走ったときにこっちのフォームが、自分のものになってないことが多い。なので、本番で思った以上の結果が出ないっていうふうに僕は思っていたので、なるべくならレース用のフォームを意識して走るんであれば、やっぱり速いペースで、ジョギングもしておかないといけないということで、僕はこの4分間ですね、4分から4分、まあ時期にもよるんですけど、30秒ぐらいのペースで走ります。そうすれば、まあここまで、足が上がらないんですけども、まあこれぐらいまでは上がるでしょうと。そうすればこう、可動域で言うとこれぐらいですかね。まあ明らかにこれよりかはこっちに近いかなと。ここだともうほとんど動かない。6分とかだったらリフレッシュだったらもうほとんどこう振り幅もないんですけども、4分とか4分半で まして気合が入っていない時、僕の場合この辺は帰宅ランでよくやるんですけども、気合が入っていない時はこれぐらいの幅でやっても、比較的3分に近いフォームで走らないと、この4分とか4分半では進まないというか、走れないっていう状況なので、まあこの辺を意識すると、やっぱレース用のフォームを身につけるためには、どっかしらでロングプラス速いペース。で、その速いペースっていうのは僕の場合は4分から4分半、もしくは5分とか、5分、まあ4分45とか、そういうペースで自分でやるっていうのがすごい大切かなと。なので、この辺で、ポイント練習が水曜日と土曜日で、このペースで走って、これが2回ですよ、と。で、それ以外全部リフレッシュにしてしまうと、こっちが12回になってしまって、まあ、フォームが身につかない。レース用のフォームが身につかないと思うので、まあ、タイミングにもよるんですけども、僕だったら、この、木曜日と日曜日、あと火曜日ぐらいですかね。あ、火曜日は、次の日はポイントと考えれば、月曜日って感じですかね。この辺の3回を、ここの部分に振りますと。で、そうすれば、少なくとも残り9回になるので、さっきよりかは、レース用のフォームで走ってる時間は長くなりますよと。なおかつリフレッシュの場合だったら、やっぱ60、まあ僕の場合だったら40分から60分ぐらいで、リフレッシュして、疲れを取ろうとするので、走ってる時間もそんな長くないと。でも、ここは帰宅ランで、だいたい19キロ、まあ20キロぐらいからに30キロぐらい走って帰りますと。そうすると、だいたいここが、仮に20キロ、25キロ、25キロって言った時に、まあ75キロ走れるんで、時間で言うと90分、25キロだったら、まあ1時間50分ぐらいで走って帰るんですけども、まあその時点で、回数は確かにこっちの方多いんですけど、走ってる時間とか、距離に関すればこれも、この3回は結構多くなるので、よりレース用のフォームが身につきやすいかなというところも踏まえて、レース用のフォームを意識した練習、レース用のフォームを意識したジョギングをすることが僕は大切かなと。昔やっぱ僕も高校の頃とか、大学1年生の頃は、もう、ポイント練習はしっかりやりましたと。ジョックもこっちしかやってなかったですね。そうすることによってレース走った時このフォームがなんか自分のものになってないなと、なんかしっくり来ないなという感じがしたので、やっぱこの間の4分から4分半ぐらいのペースのジョックを取り入れたら、やっぱここに対してのその練習とのギャップがなくて、まあしっかりレースが走るようになってきたので、やっぱこの辺の速い、なおかつ長いジョックは大切かなと思います。なのでレース用のフォームを意識したジョギングをしっかりしましょうということです。で、続いて、これ最後なんですけど、ポイントのコントロールということで、例えばなんですけども、まあ、1000メートルを7本やりますと。で、3分ペースで7本やりますと。で、リカバリーが200メートルを60秒でやりますと。言った時に、A さん、B さん、C さん、D さん、E さんという、まあ、5人のメンバーがいましたと。A さんは14分30秒ですよ。こちら45秒。これ15分ジャスト。15分15秒。のラストが15分30秒だとした場合、まあ、単純に3分ペースで、5000メートル行けば15分ジャストですよと。まあ、これはイコールではないですけど、仮にこの15分の人にとっては、この1000メートル×7本、3分ペース、リカバリー60秒はすごいぴったし、あった練習ですよ。この人のための練習ですよ、と言った時に、14分30秒は45秒の人にとっては、この練習は少し楽なんですよね。で、自分としてはすごい楽になってしまうので、こう、せっかくインターバルで追い込もうとしてるのに、効果は少し薄れてしまう。逆に D とか E の方に関しては、この練習はかなりきつい。
もうベストの近い状態で臨んでもなかなかできるかわからないという状況。なので、例えばここの A さん、B さんに関しては、前日のジョギングを長くやって疲れてる状態を作ると。まあ疲労がありますよ。疲れてますよ。そうすることによって疲れてる状態の中で1000メートル7分を3分でやれば、この C さんと同じような状況で、追い込みでやれることができるので、あえて長めの長くて早いジョック、要するにロングジョックを入れることによってこっちの効果を、引き上げることができると。で、逆にこの辺の D さん、E さん、15分15秒とか15分30に関しては、疲れてない状況、ベストのコンディション、ベストの状態でこれをやっていかないと意味がないですよと。なので、まあ、ジョギングを、短く。で、遅く。まあ、早くてもいいんですけども、基本的にリフレッシュさせるという意味で遅くやると。そうすることによって、この D さん、E さんも、ベストコンディションを持っていけば、この1000メートル ×7 本ができるかもしれない。仮にできなかったとしても、まあ、5本目までなのか、6本目なのか、もしくは4本目までなのかは、うまく走るかもしれない。で、この D、E さんがもし仮にここで疲れてる状態で長くて速いペースでやるってなってしまうと、正直この1000メートル7本全くこなせない。なので、そうすると2本とか、下手すら1本目、2本目、3本目ぐらいで離れてしまったら、この7本の意味がなくなってしまうと。あくまでもジョギングはポイント練習の補助でしかないんですけども、ポイント練習がしっかりできた上でジョギングをするから余計レースも結果出しますよと。で、ポイント練習をやっぱり8割はこなせないと、このポイント練習に対しての意味が僕はないと思っているので、ここで D さん、E さんはやっぱベストの状態を作るために、短くて遅いリフレッシュした状態を作ると。この A さん、B さんはベストの状態に行くとこの攻めと7本楽すぎる、余裕を持ちすぎてしまうので、疲れてる状態を作るために、長くて速いペースで、走って疲れてる状態でこれに臨むと。そうすることによって皆さんこの5人がこの1000メートル7本に対して、うまく、効果を出せるんじゃないのかなと思うんで、僕はまあそういう意味でポイントのコントロールと、例えば MK の日曜日の練習でも3分45で、ハーフの練習があって4分とで ABCD ABC ABC D まで行くと、3分45のグループ、4分のグループ、4分15のグループ、4分半のグループというのがあって、例えば C の4分15だとちょっと遅いんだよねと。これだと自分の中ではそこまで練習的には強度は高くないから、まあできて当たり前なんだよねと。ただ B の4分になると、これはさすがに早いから、なかなかこなすことはできないよねと。言った時に、ちょうど4分7秒ぐらいのこの間のペースがあればいいんですけども、なかなか世の中ここまで細かいクラブチーム、5秒単位とかでクラブチームでその練習ができるってなかなかない。あったとしても結構、シビアなところなのでレベルも高いかもしれないんですけども、まあこういう風に4分7秒とか、中途半端にこうこの辺で刻みたいっていう人はどっちにつか迷ってしまいますよねと。で、4分でつこうとした時には例えば20キロのうち、12、3キロで離れてしまう。それだとやっぱポイントの練習残り8キロを1人になってしまって、ポイント練習ってのはまあちょっと効果的にはもったいないかな、せっかく集団で走るのもったいないかなっていう風になってしまいますし、 C であれば余裕がありすぎてそれはそういう練習としての強度が落ちてしまうのでもったいないかなと。といった時にあえてこの疲れてる状態を作ることによって4分15でも4分7の価値を出せるというのが僕の考えで、ここで4分7で行きたい。でも4分15だったら全部つけることができる。それじゃあ余裕すぎる。じゃあ前の日、長い、なおかつ早いジョギングをして疲れてる状態を作ってからこの4分15をやることによって4分7の効果を出せますよと。で、それが慣れてくれば、じゃあ今度疲れてない状態だったら4分でいけるかもしれないってことで、今度こっち側ですね、ベストの状態を持ってて、あと4分に挑戦してみるっていう形で、前の日のジョギング、で、うまくペースコントロール、ポイントのコントロールすることができるので、そういった意味でも、やっぱ考えてジョギングをしなきゃ、ちょっと厳しいかなと、練習、ポイント練習のコントロールもできるので、レース用のフォームも身につけますし、練習の約 50% から 80% はジョックって考えると、やっぱり、このジョギングをしっかり、大切にしなきゃ、レースでも生きてこないかなと思うので、ぜひですね、ジョギングをしっかり大切にして、自分の考えってのをしっかり持ってですね、ポイント練習に対しての前の日の過ごし方を考えながらジョギングを取り入れてほしいなと思います。
以上、ランマックスチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。